はい、今日は燻製セット第2弾の紹介です。こちらご覧ください。前回と違う部分です。これとこれ、こちら鴨の燻製です。そしてポタージュどちらかがつきます。このセットになります。まずそれぞれ説明していきます。ポタージュは人参か菊芋かどちらかお選びください。好きな方でいいです。そしてこれは冷たいまま飲んでもいいし、鍋に開けて温めてもいいです。お好みで、召し上がってください。そのままでももちろん味も調整してあるのでそのまま召し上がれます。そして燻製の方は卵は、まあ、卵なので、お早めに召し上がってください。これこのまま食べてください。そしてこの燻製しているものも全てそのまま召し上がれます。タンもハツも開けてそのまんまスライスして、好きなような厚さにスライスして召し上がってください。火が入ってます。でこれ以上火は入れないでください。で新しく仲間入りした鴨、これももう燻製されてるいい色ですね。見てください、わかりますか。でこれも火が入っていて味がしてあるので開けてスライスして召し上がってください。でこの辺は5日以内に召し上がってください。ただ冷凍ができるのでもし余ったら冷凍して保存してください、もう数ヶ月持ちます。で鴨をちょっとスライスしてみます。好きなサイズに切ってください。はい、食べます。うん、燻製酒すごいです、バッチリです。でまたワインですね、赤か白ワイン、これは無料でプレゼントします。どちらかをお選びください。はい、では説明以上です。よろしくお願いします。